このサイズ感からは結構想像できないぐらい音量がわーっとこう出る感じで、割とね小さめのホールとかでもなんか使えるんじゃないかなって感じがしましたね。あとこの手元のコントロールで原因感が変わってくるのがすごい面白かったですね。やはりこう歪ませたいとかしたいときはハイにして、でこっちをボリューム上げていくとなんかすごい気持ちいい原因が見られると。あとこうピックアップの違いがすごく出やすいアンプだと思うので、いろんなギターで試してみたいな